だあれは。この町で起こった奇妙な出来事の数々です。富山、その背中どうしたんだ。薄巻きというものに何やら神秘的なものを感じるんです。いや、絶対に何か不思議な力が秘められてるに違いない。渦の入り口に過ぎなかったということに。額に何を隠している。ちょっと見えた。これを見ればあなたもきっと。やっぱり渦巻きだ。私たちはまだ気づいていませんでした。なんだか変なの。ちょっと私の顔見てくれない。あなたやめて。いい加減にして。どうしようもないんだ。地獄へ。マリコちゃんだ。私の身の大きさを見つけた。手遅れになる前に早くこの町から出してくれんだ。Japanese language premieres next Saturday at 12:30 in Toonami. Next day on Max.